吉川圭一の危機管理司令室。どうもこんにちは。そしてこんばんは。吉川圭一です。本日は、バイデンを信じるな、来日時発言等の批判というお話をさせていただければと思います。まず台湾発言。5月23日にバイデンは東京で行われた記者会見で台湾を守るために軍事的に関与する用意があるかと質問されて、はいと言った。しかし直後にあのホワイトハウス関係者がそれを打ち消した。昨年8月にあのバイデンは ABC ニュースで、また10月に CNN で、あの同じような発言をしております。しかし8月と10月の双方で、やはりあのすぐにホワイトハウスが打ち消しております。まあそういう即時に打ち消したりということは、アメリカの外交政策エリートがバイデンの立場に抵抗していることを示しており、彼自身の政権内で大統領を軽蔑することさえ示唆している。アメリカが一つの声で話すことが特に重要である瞬間に、攻撃的な中国の指導者はアメリカが彼らの動きに反対することはできないと信じてしまうかもしれない。中国は明らかにアメリカの指導者を軽蔑している。彼は年を取りすぎてブラフが好きで何を話しているのか分かっていないと。バイデンの CNN 発言の直後にチャイナデイリーがツイートしています。昨年3月以来、北京は米国がもはや中国を止めることができないという誤算を広く広めている。バイデン政権の行動のいくつかを考えると中国当局がそのように考えることは不合理ではない。まあ、あの、こういう記事がニューズウィークに載っております。これに関しては、あの、いろいろな人がいろいろなことを言っていまして、まあ、大統領がきついことを言って中国を牽制して、まあ、その後、直後に事務方が打ち消すことで、まあ、建前を守ると。まあ、でも、中国を牽制したいということの方が、まあ、本心なんじゃないかとか。あるいは、中国も、それでまあ、すっかり、不安になってしまって、人民日報や何かは、このバイデン発言をほとんど取り上げていないと。いうような話もありますけれども、しかしこのニューズウィークの記事にあるように、まあアメリカ政府内は混乱してるんだから台湾に手を出しても大丈夫だと。人民日報で特に取り上げてないのも、台湾にもしかしたら近々手を出そうとしてるのを隠すためということも考えられなくはないように思います。まあ、日本はバイデンの台湾発言にあまり期待せず、最悪の場合、台湾と日本とで台湾を守るぐらいに考えないといけないのかもしれないと思います。まあ、ちょっと今となっては間に合わないかもしれませんが。次に安保理改革。5月23日、バイデンは日本が国連安全保障理事会常任理事国になることを支持すると述べたと。まあ、しかし、例えばこの AP の記事を見てもわかるように、本当に一行ぐらいしか、記事が出ていないんですね。ロイターも同じぐらい。このザ・ヒルというのは、まあもうちょっと長いですけれども、まあ実際これぐらい。まあアメリカではそんなに重大に報じられていないわけであります。そもそも安保理から中ロを排除したり、日本を加盟させたりするためには、国連憲章の改正が必要です。国連憲章の改正に関しても、5大国が拒否権的なものを持っていると。正確に言うと、憲章の改正には、総会で3分の2の賛成が必要で、かつ、国連加盟国の3分の2がそれを批准しなければいけないんですけれども、
まあ、少なくとも5大国すべてが批准しないといけない。中ロも批准しないといけない。まあ、だから、中ロを排除することなんかできないし、日本を加盟させるというのも中国や、今となってはロシアも都合つく反対するでしょうから、まあ、ちょっとむしろ難しくなってしまったのではないか。あと、歴代の米国大統領は日本の常任理事国入りを支持してきたんであって、バイデンの発言というのは、まあ、それを、繰り返しただけなわけであります。つまり、重大な発言ではないんであって、だからアメリカメディアもあのような報道しかしていないのではないかと。あんまり日本は、ぬか喜びをしすぎない方が良いのではないかと、思われます。そして、5月24日に東京でクアッド会議が開かれましたけれども、クアッドは今後多くの逆風に直面するのではないか。北京がインド太平洋の経済ネットワークの中でのコミットメントを倍増させているときに、ワシントンとニューデリーは従来の地域防衛協定から撤退していると。まあ、IPEF なるものも発表されましたけれども、あれも関税の優遇とかそういうものがあるわけではありませんし、台湾も入れてない。まあ、そういう点で、あまり、アメリカ中心にインド太平洋をまとめていくっていうことが、どれくらい期待できるのか。それと、クアッドには、コロナワクチンでの協力ということも、一つ重要な役割ということに、まあ、特にバイデン政権になってからはなったわけですけれども、これもうまくいってない。そして、インドはクワッドの、まあ、最も弱いリンクであると。インドは、民主主義がアジアの戦略的安定の組織原則だと、決して見なしておらず、中国との関係で左右されていると。まあ、実際インドは、今、ロシア・ウクライナ戦争で、むしろロシアの方を味方してるぐらいですよね。まあ、共同声明でもロシアの非難というのは盛り込まれなかったと。こういうこともあります。クアッドはインド太平洋を単一の戦略的システムとして誤って想定している。この地域は歴史的に別々に運用されてきた2つのシステム。アジア太平洋とインド洋の2つの違うものである。まあ、だから、米国、オーストラリア、日本というシステムと、米国とインドという2つのシステムの、まあ、不安定な協力関係と。いうふうに、クアッドを見なすべきなのではないか。まあ、こういう記事が、アメリカの国際関係専門誌に載っているわけであります。プラス前にもお話した、クアッドのライバルとして、オーカスというものができましたと。オーストラリア、イギリス、アメリカ3国の軍事的な同盟で、2021年9月15日に発足発表。で、まあ、オーストラリアに源泉を持たせるための、軍事技術的な協力。こういうものが、2021年9月15日にできたわけでありますが、この真の目的というのは、東太平洋への対中防衛ラインを移動させることにあるのではないかと。いうふうに私は考えております。つまり、まあ、日本、インドの切り捨てということを長期的にバイデン政権が考えている可能性があるんであって、まあ、派手なクアッド会議を東京でやったということに、やはり日本人はあまり重きを置かない方が良いという可能性も低くないように思います。まあ、インドはまあ、ここら辺のことが分かっているので、ロシアとの関係を重視しているのではないでしょうか。あと、これあまり大手メディアでは報道されませんでしたけど、愛子様発言。バイデンは今回天皇陛下に面会にあたって日本の皇室事情についても詳しく調べたようで、愛子様が中学の卒業文集で反核の思いを綴られていたということを知っていた。で、バイデンは陛下に対して娘さんが書かれた作文は素晴らしいと。ぜひ、
もっとあの文章を世界中に広めてもらいたいと絶賛したと。まあ、こういうことなんですが、まあ、他に、日本では女性が天皇陛下になれないことになってるみたいですけれども、まあ、天皇陛下の指導力で何とかして、あの素晴らしい作文を書いた愛子様を女性天皇にしたらどうですかと言ったというような報道も一部であるようであります。まあ、バイデンさんに言われたくないですけれどもね。いずれにしても、この発言は日本の核武装とか、あるいは核シェアリングの議論へ牽制なのではないかと、私は思います。日本を、広島長崎に核爆弾を落とした、まあ、民主党政権が、核シェアリング、まして日本の核武装ということを認めるということは、まあ、非常に考えにくいので、まあ、トランプさんだったら、日本が自力で中国や北朝鮮を抑えてくれるんだったら、まあいいよと言ってくれたかもしれないですけれども、民主党のバイデン政権では、日本の核武装とか核シェアリングというのは難しいのではないか。まあ、暗にそういうことが言いたくて、愛子さまの作文を褒めてくれたんじゃないかと。いうふうにも私には思えるわけであります。まあ、私は愛子さまファンなんですけれども、まあ、しかし、まあ、皇族の方のそういういろいろな発言なりなんなりというのは、こうやって政治利用される危険があるので、まあ、よくご注意していただけたらば、ありがたいなと、思います。やはり日本は、中国、北朝鮮との関係を考えると、最低核シェアリング、できれば核武装をした方がいいと、私は考えているからであります。また、バイデンの対中経済政策。バイデンは今、国内の支持率が非常に低いので、なんとかインフレに対処しないといけない。そこでトランプ大統領が中国に課した関税の撤廃を考えている。財務省が一部の関税の撤廃に賛成し、国家安全保障会議や、米国貿易代表部の一部が反対したことで、再びバイデン政権、内部がまとまっていないことが露呈されてしまったと。バイデンの国家安全保障当局者は、関税を撤廃すると、ワシントンが北京に対して持っているある種の武器を放棄してしまうことになると考えている。それに対してイエレン財務長官は、トランプの中国の関税はあまり戦略的ではないため、その撤廃はインフレだけではなく、消費者と企業への利益にもプラスの影響を与える可能性があると述べている。しかし、今日のアメリカのインフレはロシアのウクライナ危機、その結果としてのエネルギー危機、食料危機、長引くコロナなど、多くの原因によって引き起こされていて、トランプの中国の関税の影響というのはないと。経済分析局のデータは、これらの関税の一部を撤廃しても、インフレに測定可能な影響はほとんどないと言っていると。こういう記事が、なんと、民主党寄りのワシントンポストにまで出ている。そして、バイデンの息子の疑惑。中国のプライベートエクイティファンドを設立しようとしている間、ハンター・バイデンは2013年エアフォース2に乗って父親と一緒に中国に旅行。旅行中にハンターはバイデンを彼の中国のビジネスパートナーに紹介し、10日後中国はハンターの会社に事業許可を発行した。ハンター・バイデンが家族への支払いの長い歴史に関与しているという証拠は2012年にバイデン当時副大統領のクレイン首席補佐官がハンターに送信した電子メールで証明されていると。ハンター・バイデンの大陪審で証言した目撃者は中国のエネルギー会社との、ハンター・バイデンの計画された取引で影の大物を特定するように求められた。この影の大物というのはバイデンのことであると。
言われていますね。さっきからお見せしている記事は、保守系のものばかりですけれども、今アメリカでは、先ほどのワシントンポスト、あるいはニューヨークタイムズ、CNN といった、民主党寄りの大手メディアも、このバイデンの息子のスキャンダルに関しては、非常に力を入れて報道しております。まあ、やはり、まあ、認知症なのか何なのか、何を口走るかわからないバイデンは、早く下ろした方がいいという判断というのは、民主党関係者の間にもあるのかもしれません。つまり、バイデンはいつ辞任に追い込まれるかわからない。まあ、そういう状況に実は置かれているわけであります。結論。バイデンの来日発言を信用するなというのが私の本日の結論であります。これからもこのようなお話をしていきますので、ご興味をお持ちくださった方は、吉川圭一の危機管理指令室を今後ともよろしくお願いいたします。本日のお話は以上とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。失礼します。